こんにちは、ダイスです。今回は11月18日発売になるポケモン最新作ポケットモンスタースカーレットバイオレットの製品情報と特典、あとはお得な買い方をご紹介していこうと思います。まずは製品情報からお話ししていきます。スカーレットバイオレットにはダウンロード版、パッケージ版、ダブルパック版の3種類が存在しています。各種の金額は定価ベースで、ダウンロード版が6500円、パッケージ版が6578円、ダブルパックが13156円です。各お店で割引になっていたり特典がついていたりっていう場合もありますよね。今回お得な買い方として、ダウンロード版のお得な買い方ご紹介しようと思います。実は任天堂オンライン加入者限定の特典の任天堂カタログチケット、2本のソフトを9980円のカタログチケットで購入できるというこちらなんですが、対象ソフトにポケモンスカーレットバイオレットも含まれています。スカーレットもバイオレットも2本とも買うという予定の方は、この買い方が一番お得という形になっています。今回ご紹介しているカタログチケットの購入は任天堂オンライン加入者の限定になるので、1ヶ月300円くらいで入れるものになるので、買う予定っていう方は任天堂オンライン300円で入って、1ヶ月だけつけておけば、その期間中に任天堂カタログチケット9980円で購入できるので、結果2本買うとなると3020円得になるという形です。他にもキャンペーンをやっている期間だったりもあるので、チェックしてみるといいと思います。続いて早期購入特典についてです。他の動画でもお話ししたんですが、今回のポケットモンスタースカーレットバイオレットの早期購入特典は、ゲームで受け取れる特別な空飛ぶピカチュウです。こちらはパッケージ版でもダウンロード版でもどちらでも受け取ることができます。特別な空飛ぶピカチュウは、通常プレイでは覚えない空を飛ぶの技を覚えていたり、テラスタイプが飛行タイプであったりするピカチュウです。早期購入特典の空飛ぶピカチュウの受け取り期限は2023年2月28日までで、11月18日の発売予定日からだと結構時間長く取られてるんですよね。続いてパッケージ版の購入特典は、特別なプロモカードピカチュウです。プロモカードピカチュウは全体がイラストになっていて、ピカチュウとスカーレットバイオレットの御三家のイラストが描かれているものです。残念ながら公式ホームページ上ではまだ今後の公開予定になっていたんですが、ソードシールドの時は確かこのプロモカードだった気がするので、同じ感じですごく可愛いイラストのプロモカードになっていると思います。続いてダウンロード版の購入特典です。ダウンロード版は冒険セットがもらえます。傷薬10個、何でも直し5個、元気のかけら3個、 PP エイド3個、不思議な飴が1個、そして金の玉が1個という感じです。冒険の最初から使えるすごく便利な道具だと思います。ただ受け取り期限がこちらはあるので注意が必要です。受け取りの期限は早期購入特典のピカチュウと同じく2023年2月28日までです。有効期限は2023年3月7日までなので、2月28日までにシリアルコードを受け取って、そのシリアルコードをゲーム内では3月7日までに入力する必要があります。こちらは特典としてもらえるのが、ゲーム内で道具を受け取るためのシリアルコードになりますので、インターネットの通信環境でシリアルコードを不思議な贈り物から入力する必要があります。シリアルコードの有効期限は1回限りで、一度使用したシリアルコードは他のセーブデータでは使えないので注意が必要です。そして任天堂アカウントは不要になっていますので、先ほどお話ししたお得に買える任天堂カタログチケットで購入した際に1ヶ月だけ任天堂オンラインに入ってるっていう方でも、こちらは期限内に受け取って入力する分には使えるので心配ありません。続いてダブルパックの購入特典です。ダブルパックの購入特典は、モンスターボール100個のシリアルコードが2枚ついてきます。有効期限はないんですが、セーブデータ1つにつき1回しか使えないので、スカーレットで100個、
バイオレットで100個という感じで、各ソフトで1回ずつ使用して受け取るという感じになってます。まあ、ダブルパックといえばモンスターボール100個っていうのが最近の主流ですよね。以上が早期購入特典についてでした。空飛ぶピカチュウに関しては全て共通で、ダウンロード版、パッケージ版、ダブルパック版それぞれに早期購入特典が違うものがついているという形です。続いてはお店ごとの早期購入特典です。お店によってはゲーム内で使えるアイテムの配布があったりもしますので、まだチェックしてないっていう方はご参考になれば嬉しいです。まずはこちら、アニメイトとアマゾンです。アニメイトはスカーレットとバイオレットで柄が違っていますが、マイクロファイバーミニタオルです。そしてアマゾンです。アマゾンはゲーム内で使えるアイテムになってます。スカーレット、バイオレットどちらかの購入でゲーム内で使えるスポーツリュック、フラワー C が受け取れます。さらにダブルパックの購入だとカトラリーセット、これもついてくるという感じです。 Amazon の購入特典は過去作でもこんな感じでゲーム内アイテムの配布があったんですよね。早期購入特典っていうことなので期限がついているものになるので、 Amazon で購入したいっていう方はぜひゲーム内でね、早期購入特典他のものと一緒に早めに受け取るようにしましょう。続いてアミアミとイオンです。アミアミは 2L サイズのブロマイド、イオンとイオンスタイル、イオンスーパーセンターのゲーム取扱店ではステンレスサーモタンブラー2つきがもらえます。ポケモン系の雑貨が欲しいっていう方はこれ結構いいですよね。続いてはイトーヨーカドーのゲーム取扱店と au ペイマーケットダイレクトストアです。イトーヨーカドーに関してはダブルパックの購入でもらえる特典になっているので注意が必要です。オーロラグラスセット2個、すごく可愛いグラスなんですが、各ソフト1個ずつだともらえないっていう感じになってます。au ペイマーケットはスカーレットとバイオレット、どちらも軽装度のコースターになってます。続いてエディオングループとゲーマーズです。エディオングループはこすると消える楽しいフリクションスタンプポケモンということで、スカーレットバイオレットのどちらかの購入でピカチュウか御三家のいずれか1つがもらえます。ダブルパックの購入だと御三家3種類すべてもらえるという形になってます。ゲーマーズは共通でマルチクロスです。続いてはゲオとジョーシンです。ゲオはスカーレットの購入でモンスターボールの形から水につけるとぐんと広がってタオルになるやつ、そしてバイオレットはマスターボールの形で水につけるとぐんと広がってタオルになる圧縮タオルです。マスターボールとモンスターボールのチョイスがちょっと面白いなと思います。上司に関してはオリジナルのピクチャーパズル、英語サイズなんで結構大きめなものがもらえそうです。続いてはセブンネットショッピングと全国のゲームツタヤ加盟店です。セブンネットショッピングはゲーム内で使用できるバラエティーボールセット7種類各2個になってます。ゲーム内アイテムはアマゾンとここが今出ているっていう状態になってます。スカーレットとバイオレットで分かれていますが、マルチクッションケースの方はどっちか1つという形になってますね。バラエティーボールセットの内容を見るとこんな感じです。眼鉄ボール系の7種類で、タイマーボール、ヒールボール、ダイブボール、ゴージャスボール、リピートボール、ネットボール、ダークボールの7種類が各2個ずつもらえるという形になってます。ゲーム内でも眼鉄ボール出てくるの確定なのかなっていうのも個人的には嬉しいところです。それでは特典内容に戻ります。セブンネットショッピングはバラエティボールセット7種 ×2 とマルチクッションケースです。全国のツタヤ加盟店ではクリップしおりがもらえます。続いてはトイザラスとドンキホーテのグループです。トイザラスに関しては公式ホームページ上はまだ準備中になっていたんですが、トイザラスの公式ホームページには載っていました。ジグゾーパズル B5 サイズの108ピースはポケットモンスタースカーレットだとコライドンのパズル、バイオレットだとミライドンのパズルがもらえるようです。パッケージと同じ柄のものですね。ドンキホーテグループはスカーレット、バイオレットの購入でマグカップ2つきのものがもらえます。続いて野島グループとビッグカメラ、ソフマック、小島です。野島は
スカーレット購入とバイオレット購入で自由帳、両方の購入でさらにプラスで自由帳という感じになってます。イラストも全部違うのでどっちも買う予定っていう方は、2つ券もらえるようになってるっていう感じですね。これはダブルパックの購入ではないみたいですね。ビッグカメラ、ソフマック、小島は公式ホームページだと準備中になっていたんですが、ビッグカメラのホームページに載っていました。ちょっと分かりにくかったんですけど、特典 A と B で分かれていて、 A が紙を入れると吹き出しが変わるチェンジクリアファイル2枚で、特典 B がスカーレットの台紙を裏返せばバイオレットにリバーシブルアクリルフォトスタンド2個みたいになっていました。こちら早期購入特典のポケモンカードもぴったり入れられるサイズになっているようです。続いてはファミリーマートと古本市場。ファミリーマートはオリジナルアクリルキーホルダーで、古本市場はオリジナルデッキケースです。ポケモンカードのデッキケースとして使えるものですね。続いて平和堂とポケモンセンター、ポケモンセンターオンラインです。平和堂はメラミンボール、ポケモンセンターとポケモンセンターオンラインはポケモンセンターオリジナルのアートブック英語サイズのものが早期購入特典としてもらえます。続いてミスターマックスとヤマダ電機です。ミスターマックスはミニ回路ケース、ヤマダ電機はオリジナルトレイ、ユニーアピタピアゴとヨドバシカメラはオリジナル缶バッジとデッキケースです。次は楽天ブックスとロピー、ローソン系ですね。楽天ブックスも面白かったです。ナップサックアクリルキーホルダー、ロッピー HMV はラバー3連ストラップ、両方の購入だとアクリルカレンダー、こちらはダブルパックの購入特典としてもらえるものになりそうです。最後はワンダーゴーの丸型マグカップです。各お店の早期購入特典に関しては、お店によっては予約が早い人順の配布で数に限りがある場合もありますので、確認してもらえるかどうかをチェックしてからにしましょう。ということで今回の動画では早期購入特典に関してを中心にお話ししてみました。これからもスカーレットバイオレットの最新情報やまとめ動画作っていこうと思いますので、よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!